こんにちは。アリベーチャンネルの時間がやってきました。今日はですね、友達のパソコン、このレグザ PC っていうやつで2012年に発売されたモデルなんですけれども、こちらのパソコンを Windows 7なんで Windows 10にするっていう、まあアップグレード、あとは今ハードディスクがついててメモリも 8GB しかついてないので、まあ、1万円ぐらいでこの2つ買えるんですけど、メモリの増設、それから SSD への交換、こちらの方をやっていきたいと思います。で、こちらのパソコンのスペックなんですけども、モデルは東芝レグザ PC D732 というモデルで、 Windows 7のホームプレミアムが入ってます。 CPU は Ivy Bridge 第3世代の Core i7 で 2.3GHz の CPU がついてます。それで元々入ってるメモリが 8GB なんですけれども、これを 16GB にグレードアップすると。さらにハードディスクが 2TB ついてたんだけれども、これを 1TB の SSD に交換していきます。だから容量としては小さくなるんだけど、だけれども速くなる、そういう企画ですね。じゃあ実際に改造の方進めていきたいと思います。まあとりあえずデータをこの中からこっちに移す。とりあえずこれだけでいいです。こんな感じ。これをまず外付けハードディスクにして丸々コピーしちゃいます、データを。はい、これで今パイロットランプがつきましたんで、認識された状態。じゃあ is to do backup で、これでクローニング作業を実際に進めていきたいと思います。クローンっていうやつをクリックすると、まずクローン元が出てきて、クローン先が出てきます。で、高度なオプションで SSD に最適化って、これをやりましょう。で、さらにサイズを調整するのに、CD ドライブっていうのを SSD の方にコピーしていきます。このレグザの PC はもともと 2TB のディスクがありました。だけどそれをこのパーティションマスターっていうこのソフトを使って、まずね 2TB あったものをギューッとサイズを小さくして 500GB ぐらいにしました。で、最初ね 2TB から一気にやろうとしたら、なんかそれはできません、サイズが大きいやつから小さいやつにはできませんって出たんでね。だから中に入ってる動画とか、音楽ファイルとかあらかじめ他のやつに、まあ、対比とかさせたりしなきゃいけないんだけど、それをした上でサイズをパーティションマスターで小さくしてから、このクローンバックアップのやつでクローニングをするってことをします。で、それでクローンして SSD に全部データが移ったところでハードを組み替えるっていうことをやっていきたいと思います。はい、じゃあこれでクローニングは全部終わりました。というので、じゃあこれをね、実際にメモリを差し替えてハードディスクの交換をしていきたいと思います。まず何をやるかっていうと、電源を消してハードディスクを抜いてね、でここにある SSD、 これを実際に組み込んでいきます。で、あとはメモリーをこれに差し替えると。それでどれだけ速くなるかっていうのをね、試していきたいと思います。はい、じゃあまずパソコンを分解していきたいと思います。分解の仕方ですけれども、全部抜いちゃって、まずはメモリーをね、この容量を上げないといけないので、ここ開けます。そうすると、ここになんとメモリが刺さってます。あ、これノートパソコンのメモリだ。4GB か。これ刺さらないですね。これちょっと返品しますわ。ちょっと規格違うんで刺さりません。残念でございました。ややこしいな、ちょっと待って、これめっちゃ大変だわ。おー、俺なんかすぐ終わると思ったら、ハードディスクどこに入ってるか分かんないしな。なんか思ってるとこ入ってないしね。ほぼ無口になるっていうね。なんかすごいな。これでハードディスクを外してます。要はこいつが遅いんだよ。こいつが遅くて時にも立たないから SSD に変えるという今回の作戦です。これをなんか取っちゃえばいいんだ。取っちゃえばいいぞ。足壊れちゃった。はい、バラクーダの2テラのやつ。酔っ払ってるから全然あれだな、ネジがはめられないし。まあいいのだ。で、こうしたらこれを取っちゃいますと。
こう、ここつけちゃうよと。アルビホイルついてたな。ノイズとかを防止する部品なんだよ。シールドで絶対必要。しかも。よいしょ、よいしょ、ございます。大丈夫？はい、どうぞ、起動しています。ようこそ。いったね。起動したね。大丈夫だね。できたね。しかもめっちゃ早かったね、起動。ハードディスクの載せ替えは無事成功かな。まずこのカバーをつけて、このカバーをつけまーす。じゃ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 ーんだな。あー、はまったはまった。ほら、ここはね、力がかかるところあるね。ちゃんとね。すごいね、SSD に換装できたじゃん。やったね。SSD に組み替え完了。よし、これで刺しちゃうぞ。これを摘出したハードディスクをこの中に入れます。デデン。で、これでねじ込んだら OK。 こう見えるところだから、ここを黒止めると景観損ねない。で、ここは黒色なんだ。なるほどね、よく考えられてるな。完成！外付けハードディスク、重たいやつ完成です。リフドライブっての1.8 だ。こいつが 1.8 だ。外付けハードディスク、開けましたんで。ということで、Windows 7を SSD に変えるっていうのができたんですけどね。次は Windows 10にしたいといけないな。まずこれ Windows 10をダウンロードしない。ツール。スペックを見ると、ちゃんとメモリがね、DDR3 の 16GB で、デュアルチャンネルとして認識されています。800MHz のクロックでメモリは動いてると。いった感じですね。まあ、16GB ぐらいになると、メモリのね、使用率がずーっと低い状態なんですね。これはもう仮想メモリを使わないっていう設定にした方が、めっちゃ速くなります。この PC のところを、プロパティを開いて、システムの詳細設定をクリックすると、パフォーマンスの設定で、ここの詳細設定っていうところで仮想メモリー、これを、まあ、普通は自動的に管理するっていうのチェックが入ってるんですけど、でこれを外してページングファイルなしにして OK にします。でこれで再起動するだけで体感速度としてかなり速くなるっていう効果があります。なので僕はこの設定をして速くすることを推奨しています。このパソコンが SSD になったでしょ？っていうので、どれくらいの速度が出てるのかっていうのを測りたいと思います。このオールっていうのを押すだけで結果として出る。なんかランダムアクセスとかね、すごい遅くなるんだけど。それでも、読みとかはすごい早いもんね。560とかでしょ。このクルーシャルのやつはね、やっぱ早いよね。すごい。まあ、ということで、結果このようになりました。ちなみに前、これ違う端末でやったハードディスクのやつとか、こんなに遅かった。それがこれぐらいになってるんで、まあすごい上出来かなと思います。じゃあ次に、このパソコンがどれくらい速くなったのかっていうのを、このグラフィック性能とかね、その辺がまあどれくらい出てるのかっていうのも、ちょっと測ってみたいと思います。シネベンチというソフトを使います。Windows 10は一応リリース23が対応してるんで、最新版で測ります。このパソコンっていうのは i7 で IB ブリッジだから200とかそれぐらいになるんじゃないかな。まあなんでちょっとこれどれくらいのスコアになるかっていうのを実際測っていきたいと思います。操作方法は簡単、まあ、他のソフトがちょっと影響するといけないんで全部一応切っておきます。でクリックスタートボタンでランです。これでまあレンダリングしてるんですね。さてどれくらいのスコアになるかということで、ポイントとしてはマルチスコアで1217っていうポイント数でした。まあ、ポイント数すごい高いなと思って、正直びっくりしました。ということで、今回は約10年前のパソコンに Windows 10を入れて、メモリ増設 16GB で SSD に交換するっていうことをやってみました。1日ぐらいでできたのかなと思います。非常に快適ですね。OS がまたバージョンアップされるぐらいまでは、当分これ使い続けられるかなっていう
感じです。あとね、今そのテレワークの推奨とかね、 Zoom だとか Teams だとか、そういったビデオチャットソフトがまあ普及してますけれども、そういうのを使ったり、あったら Word とか Excel とかでまあ書類を作ったりとか、あとインターネットをする、まあこれぐらい、まあこれ使ってますけど、全然あのストレスないぐらいな感じで、あのキビキビと動いてくれます。10年前のパソコンであってもね。なので10年前ぐらいのパソコンがあったら1万円かけて改造してみるっていうのは一つの手かなって、今回の僕の感想は思いました。最新型の MacBook Air とかでも10万ぐらいするでしょ。1万円かけて部品を変えればそのまま使えるし、余分な設定もしなくてよくていいかなって思ったりします。まあちょっと貧乏くさいんですけど、ということで今回は10年前のパソコンをサクサクっと改造してみるという企画でした。パソコン系もこれからちょっと企画して、あのどんどんアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。